アルフォンソ9世はレオオ、レオン王。レオン王フェルナンド2世の長男で、唯一成人した男子。母は、ポルトガル王アフォンソ1世の娘裏か。1188年に、父の死により、王位を継承した。父方のいとこである、カスティーリア王アルフォンソ8世とは即位直後に侵入を、強いられ、国境の城をいくつか奪われたことで対立しており、1191年に、 アラゴンウアルフォンソ2世、ナバラ王サンチョロ世、母方のおじのポルトガル王サンシ1世と、ハン・カスティーレア同盟を結んだ。翌1192年に、キリスト教諸国の対立を懸念したローマ教皇、ケレスティヌス3世の働きかけで、カスティーリアとは僕、一旦対立は解消されたかに見えた。だが、1195年に、 アルフォンソ8世が、ムワヒド町のアミール・ヤークーブ・マンスールに、アラコルスの戦いで敗れたらそれにつけ込んで、再び反カスティーリアに走り、マンスールと同盟を結び資金と、援軍提供を取り付けた。そうした上で、ナバラ王三丁七世と共謀して、カスティーリアを攻撃、アルフォンソ9世は、西から進軍して、ティエラデカンポスを侵略した。ところが、翌1 9 6年に、 アラゴン王ペドロ2世がカスティーリアに味方すると、レオン軍は苦戦、同年にケレスティヌス3世から波紋を言い渡され、家臣の復従解除も宣言され孤立した。翌1197年には、アルフォンソ9世と戦う者は十字軍参加と同じ、特権と職有を与えると布告され一層不利な立場に追いやられ、同年にアルフォンソ8世の娘ベレンゲラとの結婚で、 和睦せざるを得なかった。ベレンゲラとの間に、フェルナンドを含む5人の子を設けたが、教皇インノケンテウス3世から結婚の承諾を得られず1204年に離婚している。1209年にインノケンテウス3世の意向を受けたトレド、大司教ロドリゴ・ヒメネス・デラダの朝廷で、バリアドリットにおいて、アルフォンソ八世と改めて和睦した。レコンキスタには消極的で、 1212 12年に、アルフォンソ8世が、ムワヒド長、アミール・ムハンマド・ナーシルに対する決戦を呼びかけ、トレドに、ペドロ2世、サンチョ7世ら、アラゴン・ナバラ軍、騎士団や多くの兵士が集結する中、アルフォンソ9世は参戦と引き換えに領土を要求して、断られ、母方の重帝にあたるポルトガル王アフォンソ2世との対立もあって、ナバスデトロサの戦いには参戦していない。 また、翌1213年に、アルフォンソ8世の頼みで、いくつかの城の譲渡と、援軍派遣と引き換えに出陣したが、イベリア半島南西部のタホカア流域にある、アルカンタラを落としたのみでレオンへ引き上げている。1221年、教皇ホノリウス3世から、イベリア半島におけるイスラム教と戦うことを求める、直書を受け取り、カラトラバ騎士団らと共に、イスラム軍と戦い、 数回カセレスを包囲したが失敗、バダホス包囲もうまくいかなかった。しかし1229年に挽回してカセレスを落とし、フェロを与えて国王都としにして、翌1230年にサンティアゴ騎士団と協力してカセレスとバダホス周辺へ遠征シュメリダを奪い、サンティアゴ騎士団もモンタンチェス、エルバスを手に入れた。そしてバダホスも攻略して南西部を平定した後に死去。 59歳であった。1217年に、元王妃ベレンゲラの弟エンリケ一世が溶接した後、後カスティーリャ王位には一時ベレンゲラがつくが、アルフォンソ9世の元にいた息子フェルナンド3世を、呼び寄せて、同年のうちに王位につけた。フェルナンド3世は、アルフォンソ9世の死後に、レオン王位も継承し、以後カスティーリャとレオンの王位は統合された。アルフォンソ9世は、 1188年にヨーロッパ発とも言えるコルテスを招集した人物である。また、1218年にサラマンカ大学を創設している。ポルトガル王三種一世の娘で10枚にあたるテレサと1191年に結婚し、一男二女を設けたが、この結婚は強皇家レスティノス三世によって無効とされた。ついで1197年に、十名で、 カスティーリアをアルフォンソ8世の娘ベレンゲラと結婚した。この結婚では、以下の子女を含む二男三女を設けており、夫婦仲も円満であったが、教皇院のケンテウス3世の干渉により離婚を余儀なくされた。アルフォンソ9世イファインド、エーグレーブハット、アルフォンソ9世イからコトバンク、ローマックス、P161、P162、シバ、P130、 西川 P136P137 ローマックス P165 芝 P132 西川 P138P139 ローマックス P165P167 芝 P132P134 関 P153P154 西川 P139P140 ローマックス P170P171P179 芝 P139 西川 P141 ローマックス P182P183P194P195 ローマックス P180 芝 P145P146 西川 P143P144 関 P152P153 P196、西川 P140、芝 P133、ありがとうございます。